聖、イサーク大聖堂聖、イサーク大聖堂は、ロシア、サンクトペテルブルク中心にある、ロシア正教会の大聖堂である。ドームの高さは101.5メートル。聖イサーク大聖堂、聖イサーク寺院とも表記される。聖、イサーク大聖堂の名称は、ピョートル大帝の守護聖人、ダルマチアの聖、イサークに由来する。手前の広場から見た聖、イサーク大聖堂。 内装ピョートル大帝の時代にはシリエフスキー島に初代の聖遺作教会が建設されたのが起源とされる。その後、1717 17年に原動院広場に移ったが軟弱な地盤に加え落雷によって消失した。やがてエカテリーナ2世の直命でイタリア人建築家アントニオリナルディにより再建事業が開始されたが未完成に終わり、 パーベル一世が事業を引き継いだ。現在の聖イサーク大聖堂はアレクサンドル一世の時代に建造されたもので、フランス人宮廷建築家オーギュスト・ド・モンフェランの設計による。モンフェランの監督が1818 18年から1858年まで40年の長きに工事が行われた。ロシア革命後はソビエト政権のもとで博物館となった。 他のサンクトペテルブルクの建造物同様、第二次世界大戦に危機に見舞われる。独ソ戦におけるレニングラード包囲戦では、聖イサーク大聖堂の黄金のドームは、ドイツ軍にとって絶好の標的となり得たため、ソ連側はドームを灰色に塗装し直した。ソ連崩壊後、大聖堂としての活動を再開し、祭日における方針例が行われている。聖 イサーク大聖堂とピョートル大帝像。聖、イサーク大聖堂とサンクトペテルブルク上空から聖、イサーク大聖堂は、従来のロシアビザンチン建築様式を基本に、新古典主義様式によるファサードで建設された。外観に関しては、イタリアの建築家レアパラーディオの設計によるビラアルメリコカプラと類似が指摘される。彫刻によって覆われたとは、 フィレンツェのバティステイロディサン・ジョバンニー・ W、バタスターディサン・ジョバンニの手によるものである。壁柱や床、彫像は様々な色彩の加工岩や大理石による。ありがとうございます。